本日は例のバッグをご紹介いたします。お疲れ様です。本日気温30度ですが、この格好で出勤したスタイリスト潤太です。冷か冷かとは言われてますが、むしろ全然暑いですよね。最近ですね、どうしてもタイドアップしたくなってしまいまして、ちょっとした仕事に行くのにもタイドアップしてたんですけれども、それこそ冷かだ冷かだと自分に言い聞かせてここまでやってまいりましたが、やっぱり夏は夏、暑いは暑いですね。なので熱中症とかにはならないようには気をつけてはいるんですけれども、皆様もやっぱり残暑が残ってるとは思いますので、熱中症にならないようにぜひ警戒してください。私のようにはならないでくださいね。ということでですね、まあタイドアップとは何ら関係はない話にはなってくるんですが、今回は私こちらのペンレモルビダのバッグをご紹介したいと思います。はい、実はですね、私これを買ったのがもう半年以上使っていて感じたこと、そしてレビューを今回はさせていただこうと思っております。はい、私ですね、このバッグはあまり紹介する気なかったんですよ。そんなこちらですね、ペンレモルビダというとやはり皆さんもご存知の通り、某チャンネルにいらっしゃる毎回某チャンネルっていうとあれなんですよね、皆さんコメント欄でしっかりと言っていただきますね。某チャンネルで、よくいらっしゃる、そちら の某編集長さんが監修したと呼ばれているこちらペンレモルビダです。今回そんなペンレモルビダ、簡単にご説明していいところをちょっと今回は2つご紹介していこうかなと思っております。実際に半年間使った感想なので、ぜひちょっと今後買いたいなと思っている方にはためになるんじゃないかなと思っております。はい、ということでペンレモルビダとは結構こういったシュリンクレザーや、まあ俗に言う脂肪革みたいなものを使ったレザーのバックブランドとして結構有名ですよね。はい、ブランドコンセプトがですね、まあそれこそ上質なものを優雅な大人にみたいな、結構さまざま書いてありまして、要約しますと結構年齢層が、まあ、20代後半ぐらいから、そして、まあ、それこそ60代以上までどんな方でも使えるようなちょっと高級な、そしてシンプルな雰囲気を重視しているようでした。まず1点目はやはりこの形、洗練されたデザインです。正直ですね、私も結構バッグって結構迷うんですよね。さまざま私も持ってるんですが、ブリーフケースだの、トートバッグだの、そしてレザーのリュックだの持ってるわけなんですけれども、やはりクラッチバッグとかも結構欲しかった時期でして、その頃はクラッチバッグって結構一歩間違えてしまうとちょっと子供っぽいデザインだったりとかもよく多いんですよ。例えば切り返しでなんか色が変わっていたりだとか、あとはちょっと折りたたむ仕様だったりだとか、ちょっとカジュアルすぎる仕様でもちょっとあんまり好きではなかったので、そして私がどうしても重要だったのが、やっぱりパソコンを入れたいんですよ。ノートパソコンが入らないと私仕事にも使えないので、パソコンが入って財布、携帯、定期に鍵、そういったものが入るデザインでないと私はどうしても買えなかったわけなんですが、こちらのサイジング、そしてシンプルかつ結構軽量な見た目が私にとっては正直めちゃめちゃベストマッチしました。クラッチバッグを使いつつもやっぱり仕事に行く時とかもあるわけなので、そういったところは結構嬉しいポイントでしたね。そして2点目が中のデザインなんです。もちろん中のデザインもこれ中がスウェードになってるんですよ。これも結構にくいですね。やっぱり私どうしてもやっぱり高級感っていうワードに弱いので、しかも中も見ていただけると分かる通り、しっかりとこちらに財布を入れたりだとか、こちらに iPad を入れたりだとか、そしてこちらの方には鍵を入れたりだとか、正直結構にくいデザインになっております。そして2点目がそうです、革なんです。これご覧いただければ分かる通り、こちらシュリンクレザーになってるんですね。シュリンクって英語のその名の通り縮ませるんですよ。ちょっと化学薬品につけるらしいんですけど、皮をこうやって縮ませることによってこのような美しい脂肪感が出るんですよね。それを使用するメリットというのはやはり傷です。
バッグって結構傷が目立ってしまいやすいので、外に出してるものなので、そういったものをこういったグレインレザーで傷がついても大丈夫っていう形にはなってますね。中のデザイン、中の革にもしっかりとこだわってるっていうのは、正直私は刺さりましたね。憎いですね、こういったしっかりと考えられてるとは思います。ですが一つだけちょっと私自身気になったポイントがあるんですよ。やっぱりシュリンクレザーとか、例えばまあ脂肪側を使うのって、肩押しとかですね、肩押しを使うのっていうのはレザーの品質にちょっと問題があることが多いんですよ。それで半年間使っていて、革なかなかいいなと思ってた矢先なんです。ちょっとこれ見ていただくと分かりやすいと思うんですけど、少しここの部分が銀浮きのようにちょっと なってしまってるんですよね。まあ銀浮きというのは簡単に言うと、レザーのこういった、まあ、2層だとか3層とかに分かれてるんですけど、その間に空気の層ができてしまって、こういったしなしなになってしまうような、ポテトのしなしなみたいなやつなんですけど、意味わかんないですね。はい、こんな感じの、ちょっと雰囲気になってしまいます。なのでまあ革の品質そこまで目立たないので、シュリンクレザーなので私はガシガシ使わせていただいてるんですけれども、革の品質に超一流にこだわった方っていうのはやっぱりこういった部分は気にされるんじゃないかなと思いました。はい、そういったところでちょっとマイナス1ポイントってぐらいにはなってるんですが、私これ本当に正直使いやすいんですよ。はい、デザインとしても洗練されており、サイズ感そして中のディティールとかも結構しっかりとこだわってらっしゃるので、正直私は完敗かなと思いました。あとはレザーの質、まあ最近向上しているというお話らしいので、ぜひちょっと今後も期待したいブランドにはなっております。はい、ということで今回ペルレモルビダのカバンを、クラッチバッグをご紹介させていただきました。実際に買おうって思っている方結構いらっしゃるとは思うので、ぜひちょっと実際に私のレビューを参考にしていただいて、まあ見ていただければと思います。はい、本日の動画以上となります。ご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムなどのフォローもぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日もありがとうございました。